どうもヤナッペです。私ね、もともとリラック X5 プラスネオ、こいつだけでどこまで入るのかという検証を1年間続けてきました。でこれはこれでね、結構ふさふさになったんですけど、視聴者さんからミノキシジル 1% のリラックジェットを使うとどこまで入るのか検証してほしいという依頼を受けたんですよ。で 5% でふさふさになった私が 1% でどうなるのか、これはこれでね、面白いなと思ったんですけど、せっかく M ハゲが2つあるんで、片方はこちらフォリックスの 15%、 かなり高濃度のミノキシジル外用剤、こいつを使ってどれくらい生え方に差があるのかを見てみようと思ったんです。 1% と 15% 濃度が15倍違えば効果も15倍違うのか。それでは早速2ヶ月経った今の状態を見ていきましょう。1ヶ月後はほとんど変化を感じられなかったんですけど、2ヶ月後になると新しい毛が生え始めたのと、もともとあった毛が若干太く濃くなったかなという感じがします。もともとミノキシジル外用剤は使い始めて4ヶ月後ぐらいからようやく効果が現れ始めるものなので、やっぱり2ヶ月程度ではそれほど劇的な変化は感じられませんでした。はい、フォリックスも同じですね。こっちは若干まだ分かりやすいかな。ただ肉眼で見るとリアップジェットもフォリックスも生え方はほとんど変わりません。で2ヶ月後ね、これかぶれてるように見えるんですけど、これ今日ね、一日中バイク乗ってヘルメットでね、頭蒸れて結構かいちゃったんですよ。なのでフォリックスによるかぶれではありません。フォリックスは全く関係ありません。はい、こんな感じでした。まあ今のところ生え方にね、差はありませんでした。今後3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、1年と継続していけば差が生まれるのかどうか、また楽しみにしていてください。はい、結果だけ見て動画を閉じようと思ってるあなた、ちょっと待ってください。ここからのお話も重要なので最後まで見ていってください。チャンネル登録者さんはご存知だと思うんですけど、私ミノキシジルアレルギーなんですよ。これリアップ X5 プラスネオを使ってた時も、一時期かぶれかゆみがひどくて全く使えない時がありました。その時に製造販売元である大正製薬さんに問い合わせをしたこともあるんですけど、ミノキシジルアレルギーなのでもう二度と使わないでください。たとえ他のメーカーのものに切り替えたとしても、有効成分であるミノキシジルは同じなので、同じようにアレルギー症状が出ます。もうこういったもの残念ですけど使わないでくださいって言われたんですね。ただ私諦めが悪いんで、ミノキシジルじゃなくてその他医薬品添加剤でアレルギー症状が出てるんじゃないかと思って、こちらカークランドのものを購入して使用してみました。ところが同じようにアレルギー症状が出てしまったので、ミノキシジルアレルギーであるということはもう間違いないと思います。過去にお話ししたことあるんですけど、アレルギーって人それぞれ許容量があるんですよ。その許容量を超えて摂取、塗布しなければアレルギー症状が出ることはありません。じゃあ濃度が低いリアップジェットだったらどうなのかというと、めちゃくちゃかぶれました。と言っても 5% のリアップ X5 プラスネオと比べて低濃度なので、そこまでひどいかぶれではありませんでした。なので今かぶれにお悩みの方は、濃度を下げて使ってみるというのも一つの手だと思います。まあこっちはね、そんなに気にしてなかったんですけど、それよりも不安だったのはこちらフォリックスの方。これね、 15% のミノキシジル外用剤、 5% でも結構ひどいかぶれに悩まされてたんで、正直これはね使えないと思ってたんですよ。ところがですよ、なんとこっちね全然かぶれないんです。 1% のリアップジェットの方がかぶれます。これがね、なんでかわかんないんですよね。まあ外用剤に関しては合う合わないが顕著に出るんで、私が大丈夫だったから、ね、皆さんもこれ使えばかぶれませんよとは言えませんけど、もし今お使いのものでかぶれが出て
もう使用を諦めてしまった方いらっしゃるんであれば、まあ、他社さんのものに、ね、切り替えて、今回みたいにね症状が出ないということもあるかもしれません。使い心地に関してはこのリアップジェットが一番良かったですね。リアップ X5 プラスネオと同じように押し当てるだけなんですけど、リアップよりもね垂れにくいですし、ジェットがねめっちゃ気持ちいいんですよ。でサラサラしてて乾いても白いカス塊が出にくいですね。というかもうほとんど出ないですね。フォリックスの方はこのポンプ式なので、これはこれでね塗りやすいんですけど、結構ね粘度が高いんですよね、リアップに比べて。でこれね残念なのは乾いた後白く固まって、すごくね髪が汚くなっちゃうんですよ。そこだけがちょっと残念ですかね。はい、今回はねこんなところですかね。また経過報告楽しみにしていてください。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ハゲ、ハゲ、ひーたんパパハゲてるの？うん、なんでよやだー。